きっとそうなんだよ。それは一つずつ探し集めてつなげて完成しなけらなんでもない。だの痛みに過ぎないんだね。かくれんぼが好きなんだね。だからいつも見えないんだね。だから無意識に探してるんだね。見えないってわかっているのに。一つずつつなげてゆくんだ。それを言葉で表してみると、ありふれた言葉なんだね。それは時って言うんだ。出会ってから今まで重ねた時、いつの間にかそんなことを思ってた。きっとそれは自覚して初めてそんな呼び方をするのかもね。無意識にあなたのことが浮かんで、聞いてほしい音を集めて、あなたに伝えたい言葉を飾ったんだ。ありふれた言葉だけど、どうか届きますようにと、この気持ち歌ってあなたに届けたくて、今も僕は夜空に歌ってるよ。僕の組み立てたそれは半分しか揃わなかったよ。僕の心のもう半分は君が持っていたんだね。僕にあるこの勇気や優しさってものは、きっとあなたが光を見失わないように守るために備わってたんだね。ようやくわかったよ、ようやくわかったよ。どんな言葉ならあなたに届くのかな。思いが言葉できなくて悔しくて、何度も繰り返して積み上げてきたそれが、どんな時も手放さなかったものです。隣にいるだけで心が安らぐんです。だからいつも胸の奥が痛むんだね。だからそばにいてほしいと願うんだね。そんな気持ちをいつからか